はい、それではですね、予備試験法科大学入試カリキュラムの説明していきたいと思います。で、まずですね、予備試験法科大学入試カリキュラム、大きく A と B というふうに分かれてまして、 A が学習未経験者向けのものですね。で、これに対して B は学習経験者向けのものです。で、先に B から説明したいなと思うんですけど、この学習経験者向けのカリキュラムになりますので、なのでですね、もう大体何をやればいいのか、自分は何が弱いのかっていうのはある程度分かってると思うんですよね。なのでその意味で、まあ、どっから聞いていただいてもいいんだと思います。ただまあできればやっぱり総合講義100から聞いていただくのがいいのかなと思うんですよね。っていうのはこの総合講義100っていうのは、まあ、知識の習得再構築のための講座なんですよね。学習経験者向けの知識の習得再構築の講座なので、なのでまあ一旦これを聞いて、で知識にね抜けがないか、まあ、理解不十分なところがないかってことを確認した方がいいと思うんですよね。でそれから、まあ、論文担当どっちを聞くかっていうのは、まあ、これはもう自由かなと。例えば担当式試験が近いってなったら、もう担当式完成講座 1,2 を聞いた方がいいですし、でその後にね、例えば担当式試験が終わった後に重要問題習得講座を聞くとか、まあそういう形でもいいのかなと思うんでね、まあここら辺はもうあの状況に応じて使ってもらえれば十分だろうと思いますね。でこれに対して、A の方はですね、これはあのまだ学習経験がないと、まあ、法律学習をしたことがないという方で、その方がまあ1年で予備試験とかね、まあ、あるいは法科大学院入試をまあ念頭に置いて学習しようというそういうカリキュラムになってます。なのでちょっとどうやって進めたらいいのかっていうのを説明したいなと思うんですよね。で、あの法科大学入試はね、ちょっととりあえず脇に置いといて、基本的な予備試験を、まあ念頭に置いて説明したいと思います。ただまあ法科大学入試もそれに準じる形になるので、なのでまあ予備試験のね、説明の中でほとんど法科大学入試についても説明しきってしまうんですけどね。はい。で1年間の学習イメージというのがあると思うので、これを使いながら説明したいなと思います。でまずはやっぱり総合講義300ですね、これを聞いていただきたいですね。これはまあいわゆる入門講座とか基礎講座の位置づけですので、まずこれで司法試験とか予備試験の合格に必要な知識をインプットしていただきたいんですよね。で、まずですね、この総合講義300っていうものを聞いていただいて、で知識をインプットした後、その後どうするのかっていうと、論文と担当があるんですけども、論文をやってほしいんですね。っていうのはまあ予備試験っていうのはやっぱり圧倒的に論文の比重が高いんですよね。まあ、担当っていうのはまあ足切りって言ったらちょっと難しすぎるんですけども、まあ足切りみたいなもんです。なので、まあ、ほとんどはですね、この論文でまあ勝負が決まるというふうにね考えてもらっていいですね。なので、まあ、論文にやっぱり1年で受かるってことを、ね、念頭に置いて学習しなきゃいけない。ちなみにその後に口述っていうのがあるんですけど、口述はほとんどの人受かります。9割ぐらいの人受かりますんで、なので論文の合格発表があって、そこから勉強を始めれば十分なんですね。ていうかほとんどの人がそういうふうにしてますので、とりあえず論文まで突破するっていうことを、ね、念頭にやってほしいんですけども、あのいずれにしても論文が非常に重要ですから、だからまあ年内はね、もう基本的に論文をやるっていうふうに考えてもらっていいくらいだと思いますね。はい、で論文の進め方なんですけれども、総合講義300で例えば民法を聞きましたっていうふうになったら、そしたら、まあ、まずね、この論文答案の書き方、これを聞いてほしいんですよね。で論文答案の書き方っていうのはまさにこの講座名にも、ね、ありますように、まあ、どうやって論文を書いたらいいのか、論文の型を勉強しましょうっていう、そういう講座になってます。なので例えば総合講義300で民法をやったら、そしたらじゃあ実際に論文で民法の答案を書くのはどうやってやったらいいんだろうかということで、論文答案の書き方をやってほしいんですね。はい、でその後に重要問題習得講座というのがありまして、でこれは何なのかということなんですけれども、これはですね、まあ、言うなら千本ノック的に問題を潰しまくりましょうっていう、そういう講座になってます。なので論文答案の書き方で型を勉強していただいた後にですね、その後にこの重要問題習得講座で千本ノック的に問題を潰しまくってほしいんですよね。でここまでやってしまえば、はっきり言って予備試験の論文は、まあ、まず間違いなく大丈夫だと思いますね。この重要問題習得講座までしっかりあのこなしていければね、あの基本的に論文はまあ問題ないと思います。ちょっと司法試験になるとね、もう少し難しくなってくるんで、この講座だけじゃちょっと足りないんですけども、あの予備試験狙いであれば全然問題ないですね。はい、で今言ったように総合講義300、論文答案の書き方、重要問題習得講座っていう順で進めてほしいんですけれども、あの今言ったのはですね、まあモデルスケジュールというかね、そういう感じになってきますので、なので例えば最初に総合講義300を全7科目バーって聞き切って、そこから論文答案の書き方を始めるっていうやり方でもいいと思います。まあ、それはどちらでもいいのかなと思います。個人的にはまず知識を入れた後に、その後にすぐあのやっぱりね問題を解くっていうふうなことをやった方が知識の定着率がいいかなと思うんで、総合講義300を聞いた後に、まあ、民法を聞いた後に論文等の書き方、それから重要問題習得講座の民法っていうふうに、こう民法ごとにこうなんていうか、科目ごとに切っていく、科目ごとに、その講座を聞いていくっていうふうな方が、その方がね、まあ、知識の定着率が良かったり理解度が、ね、高まったりするのかなと思うんですけども、ただまあ、 あのやっぱり7科目ね、
やっぱり一周するっていうふうなことで全体の見通しが良くなりますんで、だからそういうメリットもあるんでね、どちらもメリットがあるからどちらでもいいと思うんですよね。はい、まあそれはあのお好みに応じてやっていただきたいと思うんですけどね。はい、でこの論証集の使い方っていうのを飛ばしたんですけど、こいつはどうするのかということなんですが、これはですね、あのまあ音声をダウンロードしていただいて、で iPhone とかに入れてもらってですね、でそれであの通勤通学中に聞くとか、そういう形でいいのかなと思います。あのこれはどういう講座なのかっていうとですね、要するに総合講義300のスピード復習講座なんですよね。総合講義300に付随する論証集っていうのがあるんですけれども、その論証集を使って総合講義300をスピード復習しましょうっていう、そういう講座になってますので、なのでこれはですね、一応この11月までっていうようなところでね、イメージで書きましたけれども、別に何もね、総合講義300の、その終わりに合わせてるっていうことじゃなくって、これはまあずっと繰り返し聞いていただくっていう、そういうものになるかなと思うんですよね。なので当然1月2月3月4月5月というふうにありますけれども、4月5月というふうにありますけれども、当然ねそこでもまあ聞いていただく感じになると思うんですよね。つまりあの例えばまあ予備校のね、まあ模擬試験を受けるという時に、当然そこまで現地まで行くわけですから、そこで時間があると思うんですよね。でその30分とか1時間とかそういうまあ隙間時間でもね、この論証集の使い方を聞くことで総合講義を復習することができますので、なのでこの論証集の使い方はですね、今言ったように使ってもらうのがいいと思いますね。なので家でじっくり聞くっていう、そういう代物じゃないかなと思いますね。まあ本当隙間時間に聞く復習用のツールっていうふうに考えてもらうのがいいと思いますね。はい、なのでまとめると、まず総合講義300で知識をインプットして、でその後に論文答案の書き方で型を学ん でそしてその後重要問題習得講座で、まあ、問題を潰しまくると。でこれを民法商法民訴訟法っていうふうにこうね、どん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 あのやっててほしいなと思うんですよね。でできればなんですけども、できれば例えば論文答案の書き方の民法、重要問題習得講座の民法をやっている間に総合講義300の商法を聞いていただくと。でそうすると、まあ、あのいい循環になってくると思うんですよね。そうすると今度は民法の論文等の書き方重要問題習得講座が終わった後に、ちょうど総合講義300の商法が聞き終わるっていう感じになると思うんで、そうすると今度はじゃあ商法の論文等の書き方重要問題習得講座を聞こうと。でその裏でまた総合講義300の今度民訴訟法を聞いておくと。でそうするとまた今言ったような循環が起きるので、なので非常にこうね、勉強 の組み立てがうまくいくのかなと思いますから、まあ、できればそうやってやっていただきたいのかなと思いますね。ただまあ勉強時間もね、そこまでたくさん取れるかどうか分かりませんので、まずはやっぱりね、総合講義300の民法、論文等の書き方の民法、重要問題習得講座の民法って、こういう感じで進めてほしいなと思うんですよね。はい、で大体これがですね、まあ何月から始めるかによるんですけども、まあやっぱり年内かなと思いますね。まあ11月12月ってこのぐらいだと思いますね。でなんでなのかっていうと、年明けからはですね、やっぱ担当の勉強しなきゃいけない。いくら担当がね、まあ、論文に比べて重要じゃないとはいえ、担当にまず受からないことには論文のね、試験を受けることができませんから、だからまあやっぱりですね、ある程度年明けは担当の比重が高まってくるんですよね。なのでその意味で論文はまあ年内にある程度やっぱ固めておかなきゃいけないかなと思いますね。でそこでですね、その担当対策のところをね、見ていただきたいんですけども、まあ、これはですね、論文学習がある程度目処ついた段階で、まあ、できれば年内から聞き始めるといいかなと、遅くとも年明けには聞き始めてほしいなと思うんですけども、担当知識完成講座の1、2ですね。1が憲法、民法、刑法で、2が、行政法、商法、民訴訟法、刑訴訟法ですね。でまあ、これはですね、そうですね、まあ、11月12月ぐらいから聞き始めるのがベストかなと思いますけど、今言っても遅くても、まあ、1月ぐらいから聞き始めて、でそしてですね、ちょっとこの1と2で分けているのはいろんな理由があるんですけれども、ですね、この1の方は普通のインプット講義になります。なので知識を普通に説明するっていうものになりますから、合わせて過去問やってほしいんですね。まあ、過去問講座の別途ご用意はありますので、なので過去問やってほしいんですよね。だからまあ知識をこの1でインプットしていただいて、で担当の過去問をやるっていう、そういう形で勉強を進めてほしいんですね。で2の方は、これはですね、テキストそのものが過去問集なんですね。2の方はインプットテキストと過去問集っていうのは分かれてなくて、それは合体したような感じになってます。だから過去問集そのものがテキストになってますので、これはもう過去問はいらないですね。2の方はただ単に聞いていただければ過去問も自動的に潰れるようになりますので、なのでまあこちらはね、もう普通にただ単に講義聞くだけで OK ですね。1の方はインプットテキストと過去問集っていうのに分かれてますので、なので別途過去問をねやってほしいのかなと思うんですよね。はい、ということでですね、今言ったように、まあ、担当は論文の勉強がですね、ある程度目のついた後にやればいいのかなと。で1個だけ飛ばしたのがあると思うんですね。でそれが旧司法試験予備試験型答練というのがあって、これは論文答練なんですね。答練というのは、まあ、模擬試験みたいなもんですね。
で、この東レをいつやるのかと。で、一応ここではですね、まあ大体11月ぐらいから2月ぐらいにかけてっていうふうにね、やってますけども、ここはまあある程度柔軟でいいのかなと思いますね。例えば、まあ、どうしても担当の勉強がね、追っついてないということになったら、担当の勉強を優先していただいて、で、担当が終わった後に論文まで2ヶ月ぐらいありますから、そこでですね、答案練習をやっていただくっていう形でもいいと思いますね。はい、できればですね、年明けからも担当ばっかりやるっていうんじゃなくて、ある程度やっぱ論文をねやっといた方がいいと思うんですよね。っていうのはその論文の勘っていうものやっぱありますので、その数ヶ月空いてしまうとね、その論文の勘が失われてしまうから、だからできれば担当をやりつつ、例えば週1回だけでもこのね求償試験予備試験型答例を使って論文を書くとかね、まあ、そういうふうにやった方がいいのかなと思うんですけども、ただやっぱり担当に受からないことには論文受けられないっていう現状がありますので、その意味でやっぱりね、どうしても担当の優先度は年明けから上がりますね。だからまあその場合はもう仕方ないってことで切り捨てて、で担当が終わってからね、じゃあ一気に論文だってことで、そのまあ5月からね、5月で担当あるんですけども、そこからこの求償試験予備試験型答例をやるという形でもまあ OK なのかなというふうに思いますね。はい、まあ、これあと何月から始めるかによってもね、随分その学習の計画って変わってくると思いますので、今言ったのは大体4月5月6月このあたりから始めるってことをまあ念頭に置いてますね。なので例えばまあ秋ぐらいからね始めるってことになったら、もう少しやっぱりねそれをギュッと詰めてやんないと翌年の予備試験に受かるっていうのは難しいですので、なのでちょっとね、あのいつから始めるのかっていうことにもね少し依存してくるんですけどね。はい、まあ、大体今言ったような感じで進めていただけるといいかなと。でもしまあ何かね進め方でちょっとわからないなということで、まあ、何か疑問点があればですね、あのメール、それから電話、まあ、あとはあの関東圏在住の方はあの対面での受講相談というものにもね、応じていますので、なので、まあ、ちょっと講座の使い方でわからないなっていうのがあったらね、あの問い合わせていただければいいのかなと思いますね。やっぱり人それぞれ状況が違うと思いますのでね、はい、まあ、例えば学生の方、社会人の方で、まあ、全然違うと思いますから、その辺でこう自分に合ったスケジュール組みたいなっていうふうな場合にはね、それはそのお問い合わせいただけるといいのかなと思うんですよね。はい、ということでした。これが大体予備試験法科大学院入試カリキュラムの概要ということですね。はい、それではですね、これで説明をすべておしまいです。最後までどうもお付き合いありがとうございました。